今回紹介するスレはこちら。上条と馬の正体見たり。レベル0でありながらイマジンブレイカーを持つ男の本質は全ての存在の中心点にして無限小に収縮する極点であるグンダリーニの蛇、ハディートだったのか。まだそうとは確定していないだろうがよえ、旧約の頃からハディートではって考察はあったけどまだ確定していないんだ。考察が深まるんだ。イマジンブレイカーは知ってるけどもしかしてそれ以外の能力も盛られたんすか？結構前からイマジンブレイカーは中身のドラゴンを抑える枷みたいな話になってたと思われるが、おいおい10年以上前から中条さんの存在は分かってたでしょうが、そもそも他の能力使うならまず腕切断しないと使うことすらできないんだよね。ひどくない？ちなみにミコトはハディートの配偶者である無限の空間と無限の夜空を司るヌイト神らしいよ。ふーん、やはり神事というわけか。配偶者が一人のみというルールは撤廃された。何ルールを撤廃したらすごい数の配偶者を名乗るメス豚が集まってきている。あの、セレマ神秘主義の神話に乗っ取ったら神城とミコト、アンドその他メス豚がボボパン、カッコ結合してラホールクエト、イコールエイワスが生まれることになるんすけど、カッコ展開と絵面的にいいんすかこれ。もしかして因果逆転が起きているんじゃないんすか？ちなみにハディートのエクソシストとしての側面が、イマジンブレイカーで、魔術師としての側面が、ワールドリジェクターという考察が今の主流らしいよ。もしかして作者のカマチは現代を生きる本物の魔術師なんじゃないすか？ちなみに、イマジンブレイカーという能力の設定自体の元ネタはこれらしいよ。ゴールデンドーンっすね。これだと反時計回りだけど、ついなの儀式じゃなくて召喚を行うときは時計回りに行われるんだ。声を振動させるのは基本だけどもうちょい露骨というか、あーてーレベルだったりするっす。探検じゃなくエアダガーだった気もするけど、天使じゃなくて神の力なら画像にあるアドナイからスタートしてあーどうはーみたいな感じでチャクラ活性に使ったり。この本を教えてくれよ。これ自体は基本的なカバラ十字だから入門の本なら何にでも載ってるんじゃないすか？紹介しよう。イスラエル・リガルディーチョ、黄金の夜明け魔法体系4召喚魔術だ。アザース。これのシリーズ揃えるのとコンプリートゴールデンドーンだろだかを一冊買うのと何が違うのか教えてくれよ。メルカリで安く、コンプリートゴールデンドーンが売ってるから買うか悩んでるのは俺なんだよね。ちなみに一致の言ってることはこれを見たらわかるかもしれないらしいよ。もちろんファンの考察であることは念頭に置いてほしいけどブヘヘヘヘ。上条と馬がもともとヤバいもんでそこにイマジンブレイカーが惹かれてきたんだ。イマジンブレイカー、竜、透明な何かが上条さんに宿ってて、おそらくは、竜の生成維持に、透明な何かのエネルギーが利用されている。透明な何かのエネルギー量はレールガンでの描写的に最低でもマイクロブラックホール17個分以上。22R で、透明な何かの大部分を持ってたはずの上条と馬が上条さんと互角になっていたのは、透明な何かを、イマジンブレイカーで打ち消していたから。またそのおかげで上条さんは幸運に恵まれた行動をすることができた。透明な何かは上条さんの魂に由来する能力、ということか。やたら知的で複雑な黄金系儀式魔術とか散々やっておいて最後は何のひねりもない信念と戦法のぶつけ合い、メイザースとアレイスターの殴り合いになるのが好きなのは俺なんだよね。師匠系ラスボス VS 加工克服したラスボスとか燃えないはずがないでしょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。